ケンシです。ミユです。はい、ルナがいないということはルナにドッキリを仕掛けたいんですよ。ちょっと前に成人式も盛大にお祝いして、はい、今度はルナの超会いたがってた人たちにアポが取れましてですね、いや本当ありがたいです。なんとバンバン剤に出てくださるということで、はい、じゃ呼びますか。呼ばせていただきますか。呼んでくださいよ。いやいや呼んでください。いや呼んでください。いいですって。いや私は無理ですって。いやじゃあじゃんけんで。無理ですって。じゃんけんこれは。おかしいおかしい。もう呼んでくださいよ早く。日本人の一番悪いところやから。すいません、カジサクです。よろしくお願いします。そしてそしてどうも、エビサクです。お願いします。うちのメンバーもう一人ルナっていう子がいるんですけど、存じてますよ。ルナがもう本当にカジサックさんが大好きで、いや嬉しいわ、ほんまにカジサックファミリーがね、うん、大好きすぎて、うん、今一番コラボしたい人誰って聞いたらもう名前が一番に出てくるぐらい好きなんですよ。それがありがたかったのよ。だから待ってたのよ。こっちから連絡するの変やん。こっちからさ、僕どうでっかみたいな、ドッキリで僕どうでっかっていうのもなかなかあれじゃん。確かに。愛してるの響きだけで、ララ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 ラ消臭力。出た。言ってみよ。見える。いいの、そんなに触って。いや、いいかも。だったらダメだよね。あれ、ちょっと待って、カジサックさんとかあり得る。カジサックさん、え、待って、早く撮りたい。着るんだったら撮りたい、早く。じゃあ、目隠しを外して待ってよ、3日で開けてね。3、2、1。どうぞ。せんちゃんがルナさん可愛い可愛い。おお、ひゆちゃんとき言ってなかったか。いや、ママいるやん。普段のママちゃうわ。いる。うちの嫁さんが声ちょっと出しちゃったんですよ。ね、誰かいる。ほんでその間俺ずっと足触られてた。本当にごめんなさい。ずっと声で。マジか。ということで、じゃあ一回改めて座りますか。一旦座りますか。お願いします。はい、本当にずっとあのなんかもういろんな動画見て、はいはい、みんなでどこやったっけ、キンタンかなんか食べに。キンタン。なんだっけ、お肉屋さん。ママがメイクしてなくて、はい、この中で覚えてるの誰もいないです。私の前の誕生日じゃないですか。そう、その動画も最近見たんですよ。ギュッギュッ。そういうことか。メイクしてなかった。結構前のやつだ。ありがとうございます。いや、こちらこそほんまにあのお名前を出していただいたことは知ってたので、はい、YouTuber さんで名前を出してくださった人のところにいて、僕よくコメントを残すんですよ。わ、はい、めちゃくちゃ残したかったんですけど、はい、でもひょっとしたらバンバンゼンさんって結構ドッキリされるから、そうです、あるかもと思ってずっと我慢してたんです。そうなんだ。そうそう、だからお話いただいた時にやっと来たって言った。嬉しい。こっちから言った、はい。いや、僕から言ったら変態じゃないですか。僕でドッキリどうですかって。そうそう、お話いただいて。そうだよ。すごい。すごい。嬉しい。よく見られてカジサックじゃないって思われた。やっぱイメージが、このイメージがあるからっていうことで、いや、よかった。ルナ、もう一個あるよ。そうよ。何、もう一個あって。いや、家庭的な味だったね。いや、そうだね。あれは家庭的な味だった。あれも作ったってこと？ママが、ママが、ここ兄弟になってる。せーので、バンバンザイ、ミユです。私は今ものすごく緊張しております。もうね、ずっと心臓が震えてるんですけど、なんで緊張してるかっていうと、このバンバンザイスタジオに超大物ゲストがいるんですよ。マジでやばいです。本当に早速お呼びしたいと思います。お願いします。あの、ヤッホー。
はじめまして。お願いします。プロタンさんとコラボでございます。ありがとうございます。もう本当に雨降ってたのに来てくださって、はい、そんなもないです。まあなんでね、バンバンザイとプロタンさんって共通点がないんですよ、正直。実はうちのメンバーにルナっていうもう一人女の子のメンバーがいるんですけど、はい、ルナがプロタンさんのことをもう本当に大好きで大好きで本当に愛してやまないんです。ありがとうございます。今回ですね、ルナにドッキリを仕掛けていきたいと思います。今回ですね、はい、好きな YouTuber が目の前に現れるドッキリ、イエーイ。なんか最近、はい、めっちゃタイムリーなことに毎日ルナがプロタンさんのことを私に伝えてくるんですよ。あ、そんなに。プロタンさんが本当に可愛くて仕方ないとか、うん、プロタンさんのことずっと言ってます。いや、そんなんですか。はい、個人チャンネルでプロタンさんの真似をした動画上げてるんですよ。そうなんですか。はい、どうもルナタンです。ヤッホー。それは知らなかった。ぜひ見てほしいんですけど。ありがとうございます。それぐらい大好きなので、はい、まあ、喜ぶよね。絶対に喜ぶ。ではルナさんお願いします。はい、好きな YouTuber さんはプロタンさんです。おー、絶対やってるよね。本当にプロタンさんだけは YouTube ルナが興味ない時から永遠見てる。いつから見てんの？中学高1か、高1ぐらいからもうプロタンさんだけはなんかダイエットしてる時とかもう永遠一緒に置いてご飯食べてた。ダイエットしてんのにご飯食べてた。ダイエットしてた。豆腐食べててんけどプロタンさんはめっちゃ食べてたりとか、なんか好きだった。この空間に降りるだけでマジ満足するんだ。はい、ありがとう。メッセージだね。オッケー、いきます。プロタンさんへ、いつかコラボをしてください。寝る前にいつも動画を見るぐらい好きです。これからも癒してください。大好きです。大好きです。はい。好きな YouTuber 目の前に現れるドッキリでーす。大丈夫。